内輪業と家業の部分っていうのは概ねのところの路線が社長と話ができた上でないと話が進まないかなというふうには思う。そこから上になってくると企業対企業の付き合い方になるので組織だって話をするっていうことになるかな。熱血コンサル基礎産業。基礎産業のチャンネルで会社を紹介してもらえると聞いたんですが本当ですか？ PR 広告運用スキームっていうものを販売します。うちのチャンネルで人材が欲しいとかね、事業の提携先を募集したいとか、うちの会社を PR して新入社員の PR 材料にしたいとか、そういったような方いらっしゃいましたらお問い合わせいただければと思っておりますのでよろしくお願いします。資金調達ができるのは社長だけという話がありますが、会社が大きくなれば社長が登場するのは最後の契約だけという会社もあるかと思います。会社の規模がどれくらいになると社長ではなく経理責任者などと資金調達の話をするようになるのでしょうか？これは難しい質問だな。もともと社長が誰でどんな人で銀行と面識があるかどうかっていうところで経理担当者が出てくるそのポイントっていうのが変わってくるっていうのが正しい考え方かなと。上場企業なんかはちゃんと財務担当者っていうのを持ってね、でその財務担当者と、よく言う CFO ってやつよねその CFO と銀行の方が話をしてっていう、もうほぼ権限持ってるっていう状態だよね。だからそういう場合は社長が出てくるのは一番最後っていう形になるかなと思う。であともう一つは銀行から出向に行ってる人が財務担当者だった場合、これは社長が出てくるのはその最後の部分っていうのはあるよね。ということは裏を返せば銀行員を出向で受け入れさせれるような会社の社長であれば、そのぐらいの大きさの会社であればその社長が出てくるのは最後の段階っていうことになるんだろうと思うね。じゃあそれ具体的に年商いくらぐらいなのかという話になるんだけど、これ俺の経験上よ、もうまさし調べでいくと年商5億円からのねは、社長が出てくるのは最後でもいいのかなというふうに思うね。うちの会社なんかもやっぱり年商5億円前後ぐらいから俺が出てくることがもうほぼなくなったよね。役員はもうちゃんと銀行と話をしててみたいな。この度うちカフェやったからね。だからその資金調達銀行からしたんだけど、だからその時にはやはり俺が出るというよりは役員が動いてくれて、でそのもう最後のサインのところだけもう条件これでいいですかって決めてサインをするっていうことになってる。だからうちが大体グループで年商6億円ぐらいでしょっていうふうに考えたら、5億円前後ぐらいの会社であれば、その経理担当者と話をする、前さばきをやってくれるっていうふうな形になるんだろうというふうに思いますね。それより小さい会社っていうことになると、社長がある程度話をしてて、銀行と。詳しい話はこの経理担当者とやってくれみたいな形で、経理担当者が社長に言われるまんま銀行と交渉するっていうような形になるんだろうというふうに思いますよね。会長が銀行員時代に実際そのような会社っていうと、取引先というか管理先でいうとどれぐらいの取引先数だったんでしょうか？またその時の会社の特徴ってどんなところだったでしょうか？比率的にどうかっていうとね、でも大体経理担当者と話をできるっていうことは組織化できてるってことよね。だから従業員が10人前後ぐらいから上っていう感じになるよね。というふうになると従業員が10人ぐらいから上の会社っていう部分で比率で考えればいいから 25% くらいなんじゃないかな。もうちょっとあるかな。地銀だとやっぱりその大きいところしか相手しないからね4割とかぐらいになるかな。信用金庫になるとそれがぐっと下がって、例えば25とかぐらいになるかなというふうに思うね。スピード感が命だもんね、信用金庫融資ってね。もう集金行った時にそこのマスターが今月金足らんけって言われてね、残り10日で融資するみたいな、あんなばっかりだったもんな。だから逆に言うとトップ同士が話が銀行員と通じてるから、銀行もそのお願いするようなことも結構お願いしやすいっていうのはあるよね。企業というか企業か商売人かっていうところの差なんだと思うんだよな。あれ何だったっけ、なんかで言ってたよね、なりわい業っていうのが一番小さい、1人2人とか奥さんまでを食わしてい
ていうパターンがなりわい業で、その上が家業だよね。でその上が事業、家業の上が事業で企業っていう感じなのかな。なりわい業と家業の部分っていうのはやっぱり経理担当者がその話をするっていうのは概ねのところの路線が社長と話ができた上でないと話が進まないかなというふうには思う。そこから上になってくると企業としての付き合い方になってくるから、企業対企業の付き合い方になるので、その組織だって話をするっていうことになるかなと。というと、その要は全体の中でそういう会社がどのぐらいあるかっていうことだよね。でこの要は経理担当者と銀行が話をして、話が勝手に進む部分の良し悪しっていうか、まあメリットデメリットってあるよね。これはどういうことかというと、なりわい業だともう大体貸せるものが決まってんだよね、大きさっていうのはね。だからやっぱり年商5億円ぐらいまではなりわい業というか家業とかね、そのあたりの軸になってくるともう貸せる金額っていうのが決まってくるんだけど、そこから上になってくると大きく金額を貸そうっていうことになるから、銀行側の方もホームリンギとかが出てくるからね。そうなってくると、その社長が全部下調べしといてくれようなことってできないから、まあ経理担当者と話をするっていうことになるというか。だって年商を例えばよ10億とか20億ぐらいの会社の社長さんに直接こっちから銀行が推進しようとして、これ借りてください言うてね、じゃあ借りちゃおういう話になって、土壇場で融資出ませんでしたみたいなことになったら結構大変だからね。だからまあ経理担当者と先に話をして、お金出ますよ、どうされますかっていう形で判を押すっていうね、メリットがあるよね。だけど実は言うと、もう全部こう情報を出さんといけんよね、銀行にね。まあ早い話、金玉を握られるというか、まあそういうふうなもう状態になってしまうよね。だから建設業とかだったらそういう形でもいいのかもしれないけど、一般のそのまあ銀行に資金調達を頼ってないような会社さんとかだったら、じゃあそこまでやる必要があるのかなっていう感じはちょっとするけどね。だから今の話をこうメリットデメリットを考えた上で、大きく調達できればいいっていうわけでもないから、どのぐらいの立ち位置が自分がやりやすいか、社長としてやりやすいかっていうところも考えながら、自分の事業の大きさいうのを決めれば、自然とその調達する金額を決めれると思うし、調達する金額がまあこのぐらいまでの範囲で俺は仕事をやるって決めれば、逆に考えると経理担当者が出る、自分がやるっていうところが決まると思うよね。まあ自分がやると経理担当者がその仕事をやらなくなる分、自分の給料が上がるっていう良さもある。だからまあそういうことも考えて、まあ、まずはその自分が銀行と交渉できるようにならないといけないってことなんだろうというふうに思うよね。自分ができるようになって初めて一緒にその指導できるってことになるから。じゃあその銀行の資金調達のやり方っていうのを教えてくださいっていうような話になるとね、顧問っていう形になると高いんだよね。まさしももう最近高くなったからね、もうね、この動画出るとき9万人超えとるかもしれんもんな。チャンネル登録者1万人、2万人ぐらいの頃っていうのが一番手頃感があったんだけど、最近もう有名になっちゃって9万人超えてるというふうに思うので、少しでも安くね、逆に言うと視聴者の数は増えてきてるから、この視聴者の方に分担してもらおうと思ってグループコンサルというのをやっております。毎月1万2000円かかるんですけども、1人頭10分から15分ぐらい私は話してるかな。5人職組のクラスと12職組のクラスというのがあって、資金調達をはじめ6つのテーマに分けて話をしてます。で、これが今100社ぐらい参加してるんですけど、200社ぐらいまでちょっと頑張ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そうは言っても、うちはあの資金繰りのチャンネルなので、その今資金調達したいとか、資金繰りが苦しいっていう人が、即効性を求めるということが非常に多いんですよね。だからそういう人のために個別面談コースというのを用意しております。これはもう財務資料を全部見てから、お客さんと話をするんですけども、30分4万8000円いただいております。で、これの何がいいかというと、まあ、決裁者なんで私。見た中で、やれるやれないも含めてから、うちがもう判断して、やれる時にはもうすぐ融資いうか、資金入れちゃうんですよ。だから資金繰りっていう面に関しては即効性が非常にあるというふうに思っておりますので、こちらも今30社ぐらいが参加しているんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。最後にまあそうは言っても無料で1回話聞いた方が絶対いいと思うんですよね。
そこにはまるかどうかっていうところもあると思うので、そういったようなことでお悩みの方がいらっしゃいましたらですね、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしております。